皆さんこんにちは、ワンダルベルブシです。では今回は、ハーツオブアイアン4ガンダムモッドをやっていきたいと思います。まあ、ガンダムモッドはね、実は少しバージョンが古いものになっているので、ハーツオブアイアン4自体のバージョンは 1.5 までダウングレードしています。で、ガンダムモッドは選べるシナリオ一つしかなくてですね、もう今選択してるんですけども、地球降下作戦が選べます。まあ、ジオンがね、地球に対してコロニー落としをした後、地球に侵攻してきたと。いうところからのシナリオになっています。ではこちらのシナリオを選択していきましょう。選べる国家、ご覧の通り8つになっています。で、左側が連邦、右側がジオンになっていて、まあ、今回はね、この地球連邦軍、ヨーロッパ方面軍のレベル、将軍を使ってやっていこうと思うんですが、他にはね、ジャミートフがいたり、あるいはガルマ、マクベ、あとはビッター、さらにサハリンというところでね、少し個性的な、まあ、リーダーが並んでいるという状況かなと思います。で今回はね、冒頭話した通り、レヴィル将軍を選んでいきましょう。で、難易度はどうだろうな。ここは、まあ、熟練兵でいきますか。いや、精鋭兵でいこう。では、時間を進めていきます。というか、始めていきます。で、ベルファスト。まあ、ここがヨーロッパ方面軍我々の拠点になるのかな。で、マップ、世界マップ見ておくと赤いところが、ジオン軍ですかね。アフリカ方面軍がいて、ヨーロッパ方面軍オデッサで抑えられているという状況かな。で、アジア方面がいて、あとはアメリカ大陸、ガルバ。が、ニューヨーク。まあ、ここではニューヨークになってますけどね。が、降下してきているという状況だと思います。では、早速、研究枠から確認していきましょう。まずは、なんといってもやっぱり、モビルスーツの研究ですよね。で、モビルスーツに関して言うと、ガンダムすらまだ、研究進んでいないので、まずはね、V 作戦発動ということで、ガンダムの研究を入れましょう。あとは工場の生産量とかを増やすといういつも通りの、セオリー通りに進めていきたいと思います。で研究のスピードを早めたいので、電子工学も入れておきましょう。で参考までにその他なんですけども、歩兵の装備に関しては、ハーツオブアイアンオリジナルから変更ないですね。支援装備も同じです。で、戦車なんですけども、ビクトレーと、あとは、60式戦車あるんですけども、これ見てみるとですね、全く同じです。何にも変わりません。必要な資源も全く変わらない。まあ、61機戦車とビクトレだとね、大きさがそもそも全然違うはずなんですけども、このあたりは同じ設定にゲーム上はなっているというところだと思います。で野戦砲、砲兵関連もオリジナルから変更なしです。陸軍ドクトリン、海軍ドクトリン、空軍ドクトリンもオリジナルからの変更はなし。で変更があるところで言うとですね、あとは、航空戦力になります。ここコアファイターとかが入ってますね。コアブースター、コアファイター。このあたりが入っていますね。コアファイターはまだ研究が終わっていないというところになっています。ちなみに、連邦のモビルスーツなんですけども、下の方を見ていくとガンキャノン、あとガンタンクがあります。で、ガンタンクだけ研究が終わっているという状況になっています。でね、あとブルーディスティニーとかがね、ちゃんとあるんですよ。このあたりがね、本当に楽しみなところですかね。で、最終的にはこのジムクベールが作れるようになるというのが、まあ、最終、モビルスーツの研究、終着点になろうかと思います。では続いて、生産系ですね、入れておきましょう。まずは歩兵装備は何はともあれ必要なので入れましょう。モビルスーツは陸戦ガンダク、ガンタンクが作れるのでガンタンク。あとは61機戦車を入れておきます。で、航空戦力に関してはどうだろうな。トリアエーズ、ファンファン、ディッシュ、セイバーフィッシュ、セイバーフィッシュだな。セイバーフィッシュをちょっと作っておきましょう。で、あとは輸送機は入れておきます。で、輸送船団も入れましょう。で、さらに、一応ね、空母も作っておきましょう。で、むちゃくちゃ余ってるので、いわゆる、工場が。
ミサイル駆逐艦も作っておきます。こんなところですかね。はい。まずは、生産に関しては以上でいいでしょう。この後ね、しっかりと、ガンダムが、研究完了したらですね、モビルスーツの方も生産していきたいと思います。じゃあ続いて、DC-4 ですね。何か入れられるかというと、特に今すぐ欲しいのはないかな。特にどうしてもというのはないので、一旦放置。で、政府の刷新ですが、政治顧問は民主主義を入れましょう。一応連邦は民主主義ですからね、そうは言っても。で、研究生産関連で言うと、特にこれといった人たちは、ここにね、アナハイムとかがいたりすると面白いかなと思うんですけどね。で、国家方針は、まあ、いわゆる弱小国家の一般的な国家方針と変わりはないので、研究額を確保していくところへ進んでいきましょう。では、師団の編成に行きます。まずは師団を一つまとめちゃいましょう。さらにここに、新司令官を雇い、ここにも、新司令官いないんで、この司令官、昇進もまだできないね。しょうがない。これはじゃあこのまま行きましょう。で、準軍はモビルスーツ隊がいそうだよね。これモビルスーツだよね。なので、まあ、無理な進撃はせずに、まずはオデッサで封じ込めるというのを最優先にしましょう。で、あとは、歩兵を、まあ、少なくても、雇っていかなきゃいけないので、雇っていきましょう。まあ、まだ何も今経験値がないので、編成の変更はできないという状況ですかね。さあ、では、これで時間を進めて様子を見ましょう。いきなりあれだね、資源不足になってるね。コロニー落としされてインフラが破壊されつつして資源が思うように取れていないっていう状況っぽいな、これを見る限りね。いや、航空戦力も全然ないね今。となると生産でセーバーフィッシュの数増やそう。といっても資源が足りてない。他の場所はどうなってる？アジアの方は、まあ、検討してる感じかな。ヨーロッパの方は地面に領土を拡大されてるものの、まあ、なんとかね、まあ、ヨーロッパ方面に大きく進撃はされていないっていう状況だな。じゃあ、建設入れておきましょう。まずは、インフラ、いや、インフラだよね。だって、足りてるからね。そもそも。工場とか有り余ってるんで、資源が取れるところに、集中的に、インフラ、開発していきましょう。さて、ちょっとヨーロッパの方が微妙な情勢になってきているので、隊を分けます。師団を少し割いてでも、対処に当たらせましょう。で、敵の進撃を食い止めなきゃいけないので、この辺りに師団を展開していきます。
で、研究は続いて、そうだな。研究を、スピードを早める研究を入れましょう。いや、食い止められないね。さすがよ。ジオンの進撃林。ヨーロッパの方を敵を食い止められてないもんね。まあ、半分近く一時ジオンに占領されたはずですからね。まあ、その状況になりつつあるわけなんですが、モビルスーツガンダムがあとまで120何日もかかるんだな。これ以上領土を広げられたくない。とはいえ、対処するだけの余裕もない。やるな。それにしても。ジオ。やっぱり、モビルスーツの強さがね、軍を抜いてますよね。で、徴兵で見ておくと一番わかりやすいのかなと思うんですけど、これ見ると、まあ、いわゆる歩兵なんですけども、例えば対人攻撃力今3だと思うんですよ。これプラス3の補正が入っていて、最終的にこの師団の対人攻撃力は画面の右の36。対戦車攻撃力が6なんですけど、これ例えば、まだ編成変更できないんですが、ガンダムを見ておくとですね、例えばですが、ガンダム見ておくと対人攻撃力50ですからね、これだけで。いや、こりゃ強いよね。突破力とか総合的に考えても断じて強いんで、やっぱりモビルスーツ、まあ、ガンダムはね、頭一つ抜けてると思うんですけど、まあ、それでもやっぱりモビルスーツ持ってるジオン強いよね、この段階では。止められない。ちょっと待ってね、どうしようかな。このまま行くと相当まずいことになるぞ。進撃してきてるところに部隊を配置して、ちょっとなんとか封じ込めをしていきましょう。よし、封じ込めはうまく機能してるね。ピンポイントピンポイントで封じ込めていくしかないからね。で、これアジア方面から援軍できている、おそらく、連邦軍ですが、こいつも加わってくれたので、なんとかなりそう。ジオン航空軍、北アメリカ方面軍が降伏。よし、でかい。やっぱヨーロッパが激戦だね。アメリカの方はガルマを降伏させることに成功したっぽいので、まあ何ら問題はないかなというところですかね。研究枠確保のために、邁進していきます。よし、ガンダムがここでいける。ガンダムの次何研究する？ジムはどうだい？331日ペナルティがかかって、陸戦ガンダムとガンダム比較した場合って、まあ能力的なものもそうだし、資源的なものもそうだし、ちょっと微妙だよね。だったら無理してでもジム行った方がいいと思う。ジムにしましょう。ジムを量産する。で、もちろん生産のラインにガンダムを乗せましょう。ガンダム。ガンダムの生産がね、微妙だよな。生産なしだからでも、ガンダムに関して。
そうですね、まあ、ガンダムの生産をちょっとうまくしていきましょうか。で、ガンダムが生産されたらもちろんガンダムを配備していきたいので、そのために必要になってくる軍の経験値ですね、これもしっかり稼いでいかないとそもそもガンダムが配備できないので、このあたりもしかっとやっていきましょうか。はい、では、まあ、ちょっと今回短いんですけども V 作戦が、まあ、発動されたというところで、ガンダムの製造のラインをちょっと調整を裏でしておきたいので、一旦今回はここまでにさせていただいてですね、次回この続きをプレイしていきたいと思います。ガンダムモッドぜひぜひお楽しみにしていただければと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。